とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく、大荒れた怒り、出てきました。使っていきたいと思います。まずは、以前使ってたやつから、ちょっと見てくださいよ。まず最初の頃、これ使ってました。ガードストライクと虚無、リフレッシュ、そしてクリティカルですね。ダイナも痛みがついてないので、効果力はそんなに出ない。でも、虚無で、毒ダメージがなかなか入ったので、いい感じでした。あと、ガードストライクがあったので、耐久力が高かった。まあまあ、こんな感じでしたね。で、次使い出したのが、ダイナモ怒りです。ダイナモと怒りの相性が良くって、まあ簡単に、広範囲に1500万以上のダメージを与えれて、かなり重宝しましたね。長かったな。3、4ヶ月は、このダイナモを使ってましたね。で、次に使い出したのが、これです。シーズン11の時に出てきた怒りになるんですけども、痛みサイクル、爆発、虚無、そしてリフレッシュがついてるやつです。もう言うことないぐらい強かったね。とにかく、痛みが良かった。ダイナモよりも痛みの方がダメージが出るっていうのが分かって、これはよく使ってたね。痛みがついて、さらに虚無の攻撃が入ってるので、毒ダメージも抜群に入ってました。あと爆発がめちゃくちゃ良かった。爆発は強かったね。はい。ということで、次、今回出てきたのがこれです。エンチャントで、リフレッシュ。で、もちろん、痛みサイクル。で、こっちは虚無ですね。まあ、ガードストライクでもいいと思うんだけども、虚無の方が、今の俺には向いてるかな。で、黄金。なんと、アーティファクトシナジーです。爆発だったらば、結構ね、爆発ダメージ入って、敵を倒せたんですよ。でも、倒せるけども、リフレッシュが若干発動しにくくなるのよね。敵を倒しすぎて。そこに、アーティファクトシナジーで 1.8 倍ダメージを上げると、さらに強くなるんじゃないかなと思います。どうだろうね。とりあえず、使ってみましょう。クエストに行く前に試し撃ちをやっていきます。アーティファクトシナジーなので、羽を使って攻撃していきますね。こんな感じだよね。おい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 、1000万以上が必ず出るね。え、何このダメージ。異常でしょう。え、すごくないかこのダメージは。使っていきます。それでは行きましょう。ハイブロックホールですね。ここは、まあ、安いよね。キャプテンが。で、普通の矢に変わるってやつね。で、速度が 30% アップしてベビーゾンビですね。ちょっと待って、強いこれ。確実に仕留めれる。あのね、爆発付きもやっぱ良かったのよ。すっごい良かった。けども、あのね、若干火力不足かなと思ったのよね。普通には倒せるよ。普通には倒してはいけるんだけども、やっぱりね、やっぱ倒せないやつが出てくるの、一発じゃ。これはね、すごいな。とんでもないダメージ。やっぱシナジーで 1.8 倍になってるっていうところが、いいね。シナジーの 1.8 倍が、ちょっと異常なぐらいに、強いです。ここまで火力が、いや違うよね。1.8 倍だよ。もともとが330万かな、ダメージを与えれるので、600万ぐらい確実に与えれるんでしょ。そりゃ倒せるわ。うん、600万与えりゃさすがに、敵もね、耐えれない。うん。これは、すごい。ちょっと待って、弓俺何装してる？ちゃんと、まともなやつ装備してるかな。最初のうちは、ついてるね。無限がついてないと、運用しにくいのよね。なので、いいです。おぉ。爆発よりも俺こっちの方が好きかもしんない。うん。まあ、これ、好みだけどね。好みだけど、爆発よりも俺は、シナジーの方が好きだな。
探していきましょうか。確実にいると思うんだよね。いるぞ。いいね、いいね。早い早い、倒すスピードが早い。まずは何？高速攻撃を持ってるか。問題ないです。高速、まあまあ若干嫌だけどね。特に大丈夫でしょう。で、次が。よっしゃ。いい感じ！最高です。で、脅威。んで、ちょっと待ってね。マジか。ちょっと待って、霊気がうっとうしい。ちょっと神秘をまず取らして。何出た？モブ HP130%。きっつ。いや、でも、この火力だったらいけるはず。うわお。ちょっと待って。ちょっと。まず俺、旗取りたいから。旗取らせて、脅威ですね。よっしゃあ。あ、トゲ持ってる。いや、トゲは痛い。トゲは痛いんだ。あれ？これ、全部いないかな？あ、いや、いる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 。まだいるわ。あ、痛い痛い。いや、ダメージ与えるな。130% アップだぞ。え、モブダメージ 110% アップ。きっつ。よし、行くぞ。勝って、味方回復付きか。これ確実に、あぶね。痛い痛い痛い、痛みだサイクルがついてないと、その味方回復やら、再生は厳しいね。よし、全部つきましたね。行ってみましょうか。おお、なかなか、えぐい感じになってるけども、まあ、ここは、ボスが出てこないので、大丈夫でしょう。行きまーす。それでは最後の強制戦闘行きましょうか。問題ないかな。どうだろう。おいし。いいね。ロイヤルガード結構きついはずなんだけど、そこそこ早くは倒していけてる。やっぱ、お、何？びっくりした。あ、アップデートが来たのね。ちょっと待って、今はやめて。そのアップデート来たとかそういうのはまあ後ででいいから。今はやめてくださいよ。よっしゃ。よっしゃ、パワーポーション取ると、さらにいいでしょう。わお！敵がぶっ飛ぶぶっ飛ぶ。よっしゃ。うわ、パワーポーション入ると通用？これはいい。行くぜ。飛べ。よし、まだか。これ結構長いもんね。やばい、死ぬ。危ない危ない、死ぬ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 。危ねえ。よく生き残ったな。よく生き残ったね。自分でも驚いてるわ。絶対死んだと思ったもん。よっしゃ、まだまだよね。ちょっと待って、動けない。キャーさすがに死ぬか。うん、やっぱうまいこと逃げながら行かないとさすがに死ぬね。でも、うん、ここまで耐えれてるっていうのがすごいよ。かなり驚いてる。あと1回ぐらいか。あと1回ぐらいだと思います。はい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 、よし、 OK。 うまっ。この高速攻撃が意外と痛いんだよね。あ、そりゃそうか、痛かったかも。ああ、もうやばい。うわー、だよね、もうミスったら終わるってば。あ、でもまあまあ、これで敵も終わりですよ。はい。おしまいでしょ。いやー、わー、これは面白いぞ。この武器はいい。はい。ということで、今日は、これ、大荒れた怒りの新作、
リフレッシュ痛みサイクル虚無のアーティファクトシナジーです。使ってみました。強い。うん、アーティファクトシナジーのところが爆発のやつは持ってたんですよ。でも俺はね、アーティファクトシナジーの方が好きかな。うん、爆発で、敵もねどんどん倒していけるんだけども、このアーティファクトシナジーで、なんだその発音は、もうガシガシ倒していけるのがもう気持ちよくって仕方なかったですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。